60ストラクで手に入る最強カード5000。まず最初はハルーララ。言わずもがな先行制圧を許さない優秀な手札誘発の1枚だな。環境デッキを組みたいがためにこのカードを野口さんと引き換えにカドショー足を運ぶわけですが、なんとこの度再録されました。次に紹介するのは屋敷わらし。こちらもうららと同じく手札誘発のカードだな。こちらのカードもうららをメタル墓穴を無効にできる優秀なカード。先行制圧がはびこっている中必要なカードのうちの1枚だな。ディメンションアトラクター。今環境で大暴れしているティアラメンツを大きくメタル手札誘発。至って単純な効果で自分の墓地にカードが存在しない時にのみ発動できるカードで、次のターン終了時まで墓地へ送られるカードは全て除外されるという恐ろしい効果。注意すべきは自分のターンまでその効果が続くということ。除外されても大丈夫なデッキによく採用される最強カードです。愚かな服装。デッキから魔法トラップを墓地に送るだけの単純な効果。単純な鉄という意味強いカードであり、今まで再録が少なかったのでいい値段をしていたカードですね。イタチの大暴発。自分のライフが相手のモンスターの攻撃力の合計より少ない時に発動できて、相手は自分の場のモンスターを自分のライフ以下になるようにモンスターをデッキに戻さなくてはならない強力な除去効果。ライフをよく減らす大のルフィアに使われるな。以上再録カードの紹介でした。今回のやつは買う以外選択肢はね。